はい、お疲れです。えー、今日ですね、G1 の公開記者会見がありましたんで、急遽ではありましたが、現地行ってきましたんで、記者会見を受けて、まあ、この G1 に関しての、まあ、見どころとか感想とか、まあ、会見の印象とか、もろもろをちょっとお話ししていこうと思います。今日本当は行く予定なくて、あの、個人的にちょっと買い物をする 日だったんですけど、あれ、よくよく考えたら、全然今日、夜の時間から行けるなと思って、で、急遽当日チケット買って、飛行船シアターっていう会場なんですけども、行ってきたんですよね。あの、上野駅から歩いて10分ぐらいの距離で、で、ちょうど僕、今日、中野と秋葉原で買い物してたんで、あ、これ全然近いから行けるやんと思って行ってきました。何気にね、僕、G1 の記者会見は行くの初めてなんですよね。 この記者会見をこの有料式でやるようになったのって多分僕の記憶が正しければここ2、3年ぐらいからやり始めたかなって思うんですよねそれまでは確かファンクラブの抽選とかそうやって限られた人しか行けなかった仕様だったかなって思うんですけどもだからもうここ最近になってからまあ チケット代をお金を払えば、まあ、この会見も見ることができるっていうね、僕もあんまり期待してなかったんですよ。まあ、中継でも全然いいかなとか思ったんですけども、いや、行ってみて思いました。うん、いや、行ってよかったなっていうね、特に、あのただのタイトルマッチの前日会見よりも、G1 の会見って、一番見どころが多いじゃないですか、あの会見の時間も長いし、今日はね、本当に行ってよかったなっていう感じですね。 割と席も、あの、ステージと結構近いんで、これね、現場行ったおかげで、僕のね、この G1 に対する熱も、4割ぐらい上がってきましたね。はい。いや、4割じゃないな。6割、7割、8割ぐらいはちょっと、中継で見るよりもね、あの、G1 に対するこのギアがね、僕も上がっちゃいましたね。はい。というわけで、まあ、今日の会見の簡単な様子なんですけども、えー、で、しょっぱな、G1 のオープニング曲が、 決定しましまたたっっていうその発表柄だったんで、すよねでこのオープニング曲の発表って言った瞬間、僕の心の中で、ひそかに、ワンチャン、水木奈々、歌ってくんねえかなっていう、ちょっとさりげなくね、心の隅でちょっと期待してたんですけども、水木奈々の、みの字も出なかったっすね。はい。今回が、えっ、ー、と、3バンドによるスペシャルコラボ楽曲みたいな、そんな感じなんですよね。えー と、アッシュダ・ヒーローとフローと、なんとかかんとかっていう、えー、3ユニットの夢の合体らしくてですね。でね、この曲がね、めちゃめちゃいいんすよ。僕これ現場で聴いたからっていうのもあるんですけど、これすごくいいんですよ。なんか G1 の曲って、G1 とかこの新日本のこの大会テーマソングって、ロック調がちょっと強すぎて、 結構ガチャガチャしてるっていう曲が比較的に多い印象なんですけどもこの曲はねガチャガチャしすぎずあのすげえしっくりくるっていう感じなんですよねあのイメージで言うとアーティストのライブの最後のアンコールで本当の最後に歌うような曲みんなで一つになろうぜ的な感じの,あの意味合いを持つような曲っていう感じで うんあの本当に最後のちょっとフィナーレにふさわしいっていう感じの曲なんですよね。でこの曲に合わせてねあの選手が入ってきていやこの曲ねいいっすねちょっと久々にこの新日本のこの大会テーマソング系で僕の心にこのぐさって刺さった曲っすねちょうどいいんすよねあまりテンポが速すぎずに、ね、かといって ロック調が弱くなるわけでもなく、ちょっとフィナーレ感もあるし、あの、本当僕の心にこう刺さるようなね、あの、素晴らしい曲です。はい。という、えー、今回のテーマソングなんですけども、えー、っと、しょっぱなが内藤さんからの登場で、次に高木っていう感じだったんですけど、何気に内藤さんがね、G1 の記者会見で一番最初に入ってくるのってね、なんかあんまり見慣れないっていうか、ちょっと新鮮感は。 ありましたね今までだったらどうしても岡田和親が一番最初っていうそういう印象が強かったんでだから内藤哲也が一番最初に来るっていうのはねちょっと新鮮感はありましたね。はいでやっぱこの会見現場で見て思ったんですけどもあのみんなかっこいいっすね。あのの普段我々が見てるのってるっ そのね選手のコスチューム姿が基本じゃないですかこうやって久々にこのビシッてこのスーツ着てこの一斉に揃うとね あ、なんかみんなかっこいいなっていう、スタイルすげえいいなっていう、そしてやっぱでかいなっていうね、それは思ったんで、なんか改めてこういう会見行くと、ちょっと普段とは違って、いや、今のプロレスラー本当かっこいいなっていうね、ちょっとそれは思ったっすね。はい。え、まあ A ブロックの会見で、まあちょいちょい気になったところは、サナラとザックがところどころでイチャイチャしてたっていうね、うん、まあ仕掛けるのは全部ザックなんですよ。ザックが、 なんか、あの、他の選手のコメントとか、あの、喋ってる時に、多分落ち着かなかったのが暇だったのが、隣にいるサナヤンにちょいちょいちょっかい出して、イチャイチャしてたっていう、うん、まあ、それに、ああみたいな感じで受け答えるサナだっていうね、うん、そんな感じでしたね。はい。これ、ジェイクもさっきツイッターに上げてましたよね。 あの、イチャイチャしてる二人とかっつって、ザックとサナダを後ろから撮ってるジェイクが、えー、ツイッターに上げてましたけども、はい。ザックとサナダはイチャイチャしてましたがね、はい。で、まあ、見てもらった人分かると思うんですけども、ゲイブが、まあ、いろいろ散らかしてね、あのー、いろいろ盛り上げてくれましたねあ。でね、これ、今日の会見でね、まあ、これ、中継でもちょっとあのー、音入ってたんですけど、ヤジ飛ばす人いましたね。<laughs> あの、僕のさっきのコミュニティ、 に、あのー、書いたところのコメント欄で、今日ヤジ出してる人がいたけど、あれまさかプオタじゃねえよなとかって書かれてあって、いや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 、違いますから。あの、僕、口すっぱくあの日頃言ってるように、私は普段、ロッシー・小川、バタの名を、キダニ・オーナー式スタイルで見てる人ですから、全く声も出すことはありません。私は、キダニ・オーナー、またの名を、ロッシー・小川式で見てるような人間ですから、 こういうヤジなんて飛ばすことは一切ありません。はい。っていう感じですね。うん、で、ヤジ飛ばしてるとこあのちょろっと、まあ、見たんですけども、んなんか、改めて思うと、こういうヤジ系飛ばす人って、自分の中での間違ったこの正義みたいなのがあるのかなっていう。今回はゲイブとか、 えっとあとフィン、あとイーベルとかに、まあ、ヤジ飛ばしてて、まあ、このヒール系に、まあ、ヤジを飛ばすっていう感じなんですよね。うん、だから、ね、悪いやつらに、えー、なんかヤジ飛ばして、この自分のこう正義をこう貫き通すっていう、そういう感じなんですよね。他の例えば海野とかベビーフェイス系の選手があの喋、ー、ってる時には、別にヤジとかなかったんですけども、こういうヒール系の選手にはヤジを飛ばすっていう。だからこのね ヤジ男の,あの心の中には、その余計な正義心っていうのがあって、それをね、こういう場所でも何事もこう躊躇なく発信できるっていう。うん。だからその正義心っていうのが間違った方向で捉えてしまった、まあ、ちょっと残念系の人っていうのは、やっぱり今日の会見でもいたなっていうね。ちょっとそれは思いました。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。 はい、で次が B ブロックの会見ですね、まあ。B ブロックの会見で気になったところは、辻がこう主役でこの B ブロックの会見回ってたかなっていう感じですかね。で辻選手もあの、ね、あのプリンをもあの各選手に配って、まあ、これを食べてあのパワーをつけて俺にかかってこいっていう、えーまあ、そういうアピールだったんですけども、あのこの辻選手のパフォーマンスってね、ちょっと斜め上を行き過ぎちゃって、 あの、滑ってるとかじゃないですけども、なんだろう、う結構こう、反応に困るっていうか、うん。あの、めっちゃ面白い爆笑っていう感じじゃなくて、かといってこう、滑るっていうわけでもなく、ちょっと予想の斜め上を行き過ぎてるこのパフォーマンスっていうのが、あの、辻選手僕ちょっと気になってるんですよね。去年も、あの、G1 の公式戦で、双子のお兄さんを登場させるっていう、あれも、 一体何が起きてるのかって、あの時その現場にいた人ってなかなか理解できなくて、会場の反応もちょっと微妙だったんですよね。あれも滑ってるとまではいかないですけども、ちょっと予想のその斜め上を行き過ぎちゃって反応に困るっていうね。だから若干そのテイストは全然違いますけども、今回のこの辻のパフォーマンスも、ちょっと斜め上行き過ぎちゃって、 若干ちょっと反応に、あの、戸惑うみたいな、ちょっとそれは少し見えたかなっていう感じなんで、辻選手ね、すごく、あの、戦略家だと思うんですけども、ちょっとその戦略がね、斜め上行きすぎちゃって、滑るまで行かないけども、ちょっと反応が一瞬、この、戸惑うっていうね、うん、なんかこ、これも含めてやっぱ辻ヨ太かなっていう、ちょっとそれは思ったって感じですかね。はい。ちょっとわかりづらかったらごめんなさい。はい。で、で、次に気になったのは、 えー、竹下、こう順番にこの B ブロックの選手入ってきて、ようやく最後のとりで、皆さんお待ちかねの竹下幸之助登場っていうね、清野アナが、幸之助竹下選手の入場ですって言った時に、一瞬この場内が、お、やっと来たっていう、なんかそういう空気感があったんですよ。で、いざ登場した竹下、まず僕が竹下登場の、登場した瞬間にふと思ったのが、あれ竹下、 スーツでかくねねっていう、ねうん、だからあのちょっとね竹下幸之助選手の入場ですってなった時にすげえ期待値上がったんだけどもいざ登場した竹下のちょっとスーツがでかすぎてシルエットがいまいちだったんですよねだから僕的にはあそこでね竹下がもうピシッとしたすげえかっこいいスーツ着てたらもうちょっとどよめきになってたと思うんですけども。 多分僕以外でも今日会場にいた人たちって、あれなんか思ってたより着こなしなんか微妙じゃねっていう、なんかそれを思ったのが、一瞬だけ竹下が入ってきた瞬、入ってきた瞬間に、一瞬時が止まったっていうのが、ちょっと僕の肌感覚の、肌感覚だと、そんな感じですかね。うん。いや、あのね、竹下、幸之助選手の登場ですね、なった時に、なんか、いよ待ってましたみたいな空気感はあったんですけども、なんかその空気感を、 あの、ちょっとでかすぎるスーツで、あの期待値をね、ちょっと一旦遮断されてしまった感があるので、ちょっとあのスーツはね、ちょっとでかすぎたんじゃねえかなっていうのが、えー、僕の感想ですかね。はい。あで、この竹下のね、このスーツが今回でかかったのって、もしかしたら、あの、もしかしたら、ちょっと、わ、あの、持ってくるの忘れちゃったのかなっていう。うん。本当は用意したけども、 ちょっとすっかりり忘れちゃってて、まあ、誰かかかから借りてきたのとか、うん、なんかそんな感じは思ったんでねまあトニーカンスーツぐらい買ってあげてもいいんじゃないとか思ったんですけどもでまあもしかしたらその他考えられそうなのは一応トニーカンがスーツをこの G1 用に用意してあげたけれどもそのスーツが思ってたよりもこうサイズが合わなくて 急遽そのトニカンが用意したかっこいいスーツが着れなくなって仕方なくそのこの誰かから借りることになったっていう、うん、なんかその可能性もあるかなっていうまあイメージで言うとおーこのすっけ G1 の記者会見あなたのためにかっこいいスーツ私用意してきましたどうぞこれを着なさいありがとうございますじゃあちょっと着ますあすいませんちょっとサイズちょっと合わなかった だっすね、ちょっとあもうちょっと破けちゃいましたすいませんおサイズが合わないはあもういいですもう今から新しいの用意は間に合いませんもういいですあしょうがない樋口和猿あたりから適当にスーツ借りてくださいそれでなんとかやってくださいみたいな感じで、うん、もしかしたら竹下はこういうトラブルによって樋口のスーツを借りて 今回ちょっと大きめになったのかなっていう。うん。ちょっとこれはふと僕は思ったって感じですかね。はい。あくまで僕の勝手な想像です。はい。以上です。はい。で、その他気になったところは、上村が、もう上村ワールド全開だったっていうね。うん。ちょっとこれは、まあ、今日の B ブロックのハイライトの一個って感じですかね。竹下選手が、俺が、この新世代のメシアとなってやるっていう、その、 コメント出したんですよねでその後に質疑応答で、上村選手に誰だかが岡本記者だっけかな、竹下選手が新世代のメシアになるとおっしゃってましたが、上村選手、これを聞いてどうですかっていうその質問に対して、上村が、あすいません、あの、僕、ちょっとバカなんで、よくわからないんですけども、メシアって何ですかっていうね、もう、上村、上村よ、上村っていうね。 いやもうこういうところでも、上村ワールドを全開に出してくるね上村優也、ちょっとある意味、なんか他の選手に他の選手にはない、ちょっとした魅力があるのかなって思ったんですけども、でもこれを聞いてね、上村がなぜコメント力が弱すぎるのか、まあこれをね、よりこう理解が強くなったっていう、それは思いましたね。はい まあ言うても上村ももう28だから29で、もう30手前ですからね。<laughs> ちょっとこのバカさ加減っていうのは、今はいいけども、これから続いていっても、おいおい上村もうバカすぎるだろうっていうね、ちょっと呆れられてしまう可能性もあるんで、このバカキャラっていうのは、まあちょっと30までが限界じゃねえかなっていうのはちょっと思うんすけどもねうん。まあそんなとこですかね。はい。はい。で、その他気になったのは、 えー、フィンレイが途中で笑いをこらえきれずにね爆笑してたっていうねうんあのなんか途中で成田がほとんど成田がなんかわけわかんないこと言ってあのパッて去っていったんですよねでその時の成田がこのパッて去っていった時のそれをあの通訳の人に今,今の成田が成田の取った行動を通訳しろっていう無茶ぶりをジェフコブがやるんですよね で、それを通訳さんが、ジェフコブの無茶ぶりに答えて通訳したら、それに対してフィンレイがね、あの、笑いをこらえずに爆笑してたっていうね。うん。ちょっとこれは B ブロックのハイライトの、まあ、大きい一個っていう感じですかね。はい。ちょっと、ちょっと言語化するのはちょっと上手くなくてごめんなさい。まあ、あの、見た人分かると思うんですけども、フィンレイが爆笑してたのはね、あの、うん、いいシーンでした。はい。まあ、そんなとこですかね。はい。はい。まあ、そんやかんやで、えー、最後は、えー、記念撮影を撮って、えー、本日の会見終了でした。はい。 でここから、あの、田中さんからの、あのーまあ、発表運生はでもったんですけど、まあ、それが今回、一旦飛ばしますけども、いややっぱりね、この集合写真見て思ったんですけどもね、絵がいいんですよね、うん、これ、ちょうど20人なんで、これが32人とかなってると、さすがに多すぎるし、なんかこう、それぞれのこう選手に対してのテーマって薄くなっちゃうんですけども、今年はもう、選手がかなり絞られてるし、それぞれのこの選手にテーマがあるんで、 うん、なんかそういう背景も含めて、この集合写真というのがね、すごくかっこよくて絵になってました。うん、そんな感じでね、あのー、あんまり期待してはなかったんですけども、いや、行ってみてね、あ今日本当行ってよかったなっていうね、うん、これで G1 に対してのギアがね、僕はもう格段に上がりました。はい、そんなとこでした。はい、で、ちょっと最後にちょっとした余談なんですけど、今日この会見終わって、で、さっきあの YouTube 開いたら、もう新日本プロレスの 公式から G1 のオープニング PV の映像がもう,もう先行で配信されてたんですよね。で、これ僕、うわ、あ見たいけどもうわ、ちょっと我慢したいなと思って僕基本的に煽り V とかあとこの大会のオープニング VTR 最近の新日本って大会の事前に先に先行でやってるんですけども僕は絶対見ないようにしてるんですよ。 これ先に見ちゃうと、いざそのね、当日始まってこの現場で見たときに、そのワクワク感が少し減少しちゃうんで、このワクワク感をこの当日ね、現場行ったときに120、120%楽しむために、僕はもう見ないようにしてるんですけども、でも今日に限ってはね、あこれ、このオープニングのテーマ曲で作る VTR、 ああ、この曲もめっちゃ聞きたいし、ああ、どうしても見たいなっていう衝動に駆られて、普段であれば絶対見ないけども、今日はね、さっきも先取りしてちょっと見ちゃったんですけど、いや、このね、オープニング VTR がね、めちゃめちゃいいんすよね。もう過去一じゃないかなっていう、もう過去の G1 の中で一番のクオリティじゃないかなって。 っていうのが僕の今回のこの G1 のオープニングの VTR の感想なんですけどまあ僕がこの曲が刺さったっていうその上乗せ効果もあるんですけどもこのねオープニング VTR の3分間の中にそれぞれのこの選手の G1 に対するテーマそれが全部詰まってるんでめちゃめちゃこれはあのかっこいいんですよ。 今までの G1 のオープニングって、とりあえずそのね、選手がこの技かけたりとかして、熱くファイト、俺たちは進むみたいな、そういうこのガンガン行くっていう、そういう感じのオープニングが多かったんですけども、ちょっと今年はテイストが違うんですよね。あの、これね、見た人分かると思うんですけども、こういう、このね、今回のオープニングは、そういう熱さの部分と、あと、 仲間の思いを背負うっていうそういうエモい部分とかあとこういう世代交代でもこの世代交代を阻止するベテラン勢っていうね、うん、で今の新日本プロレスのこの頂点にいる内藤哲也のこれまでの歴史みたいなそういうテーマがこの3分間に集約されてるんですよね、うん、でこのハイクオリティのこの映像にこの素晴らしい曲が入るんで これはね、本当に僕の中でも何回もリピートしちゃうぐらいの曲ですね。はい。あまあもしかしたら僕、あの本来の僕みたいにね、あのネタバレ食らわないように、あのー、まだ見てないよっていう人がいたら、まあ、ここからちょっと聞かないでほしいんですけども、まあちょっと簡単にね、この PV のちょっとネタバレしていくんですけども、あの僕がね、一番このグッてきたのはね、後半の落ちサビあたりの部分ですね。だいたい2分過ぎぐらいの時に、 内藤選手の2013年2017年、えー、過去にこの優勝した時の、えー、映像がこう順番に流れていってでその後に岡田とロックアップしてる去年の G1 の,の映像が出るんですよねで最後内藤が t −のを決めるっていうでそっからこの落ちサビに入ってあの内藤が2017年にこの優勝した時の,この笑顔の写真が出て でその後にこう今の内藤哲也の写真にこう切り替わるっていうシーンがあるんですけどもあれがねこのこれまでの内藤哲也のこのね歴史っていうのがねあの刻み込まれてるシーンでいやーこれはねちょっとグッてきましたね今年の G1 って世代交代どうしてもこの新しいこの若い選手にこの目が行きがちなんですけどもでも なんか忘れかけていたこのもう一つのテーマ、今のこの新日本プロレスをこう背負う立場になったこの内藤哲也っていうこの物語、この内藤哲也ベースでのこの g 1っていうそこの視点をちょっと忘れかけていたんですけども、なんかそこの大事な部分をちょっと思い出させてくれるっていうねそういう作りの PV ですね。うん いや内藤選手のコ,、ね、コンディション問題、僕もね今までちょいちょい言ってきましたけども、もしかしたら内藤選手も今年の g 1が最後になる可能性もゼロではないっていうね、うん、なんかそういうところも含めて、どうしても新世代に目が行きがちですけども、そこだけじゃなくて、今の新日本プロレスの,あの、まあ、トップになったこのね内藤哲也の物語っていう、うん、でそこもね忘れちゃいけないなと。うん、でその 内藤が出た後に新世代のこの辻に切り替わってで後藤が出てザックが出て上村が出てっていうねこの3分間にね3分間っていうこの短いこの PV の中にもう全部が詰まってるっていうね、うん、あと前半部分の後藤がね仲間の思いを背負ってっていう部分で吉橋とか太一とか石井の映像も一緒に出るっていうねあのシーンもちょっとグッてきますねうん。 まあそんな感じですかねはいいやーねこの PV 見た見たらねこんなにいい曲とこんなに素晴らしい PV だったらね内藤が落ちサビの時に出た後にヒロムが映ってたらこれ最高だったなっていうねちょっとそれは思っちゃいましたはいまあそんなところですねはい、はい、まあてな感じでいろいろ言ってきましたけども、まあ、結局今回何言いたかったっていうと今年の G1 は誰をこう主人公にして見ていくかっていうね 誰をこう主人公にしてみてもいろんなこの視点を楽しめるんでなんか自分がこうね優勝してほしい選手はこの人っていうねそういう選手をこう主人公にして見ていくっていうそういう楽しみがあるんででこの主人公になるキャラクターっていうのがたくさんいるからやっぱり今年の G1 ってね今までとは違った新しい G1 っていうねそんな感じを僕は思ってますってこと。